さあどうもこんにちは、きなです。今回ですね、 PVP をね、もうこれだいぶ前に撮った試合のやつなんですけど、こちら流しながらね、まあ喋っていきたいことがあるんで、まあ久しぶりに語る動画をやっていこうかなと思います。はい、まあラジオ感覚で聞いてもらえたらなと思うんですけど、レジェンズですね、ついにこの動画を撮影してるのが4月の8日ということで、多分まあその当日に上げてると思うんですが、5周年がね、もういよいよ見えかけてきてるんですよね。でもう2月なくて、なんなら50日切ってますよね。だいたい周年のタイミングが、よくわからないから教えてくださいっていうコメントよく聞くんですけど、5月末ですねに、5周年イベントが始まって、で、新キャラクターが登場するって感じで、確かね4周年の第1弾で登場した身勝手の極意の極みはですね、5月の26日だったかな、ちょっと前後するかもしれないんですけど、大体ね、そんぐらい5月の、まあ、本当の末の末ぐらいにね、周年のキャラクターが登場するというような、まあ、仕組みになってるんですよね。で、もうそろそろね、本当に5周年に向けたね、なんかヒント画像とかイベントとかも始まってくると思うんで、まあ、今回はね、5周年に、新キャラクターとして登場しそうなキャラとか、まあ、今後ね、実装されていくイベントとかそこら辺についてね、少し喋っていけたらなと思います。はい、まあ魔人ブー編イベントがね始まったばっかりで、多分4月中はね、まあそこら辺のイベントに結構力かけてくるとは思うんですが、もう意思とかね貯めといた方がいい段階でもあるんで、うん、まあ一つのね、なんか参考材料にしてもらえたらなと思います。はい、まず1回目、やっぱね一番来るんちゃうかなって思うのは LL の極振りですよね。悟空&フリーザー地下の大会のラストの、ジレン落とした時のね、あの演出が、ついにね、まあ、登場して新キャラクターとして来るんじゃないかっていうね、まあ、可能性かなりありそうですよね。この前のレジェンズフェスティバルが終了してから、怒涛のね宇宙代表の強化が始まって、でまあ、やっとね、止まったって感じなんですけど、宇宙代表のねキャラクターがなんか2023年からねめちゃくちゃね、強くなってるんですよね。で、その宇宙代表っていうタグ自体がね、フェスティバル後に初実装されたってことで、まあ、ほとんどサバイバル編と変わんないんだけれども、まあ、そういったね感じになってるんですよね。で極振りは本当にまあ4周年の時とかフェスティバルの時にも出るんじゃないかって言われてたんですけど、まあ、結局来なかったんでね、もうそろいいんじゃないかっていうねところはありますよね。で、まあ、多分 LL なんじゃないかなって思ってますね。大体周年のウルトラの枠は合体戦士のキャラクターが登場するはずなんで、まあ第1弾か2弾かぐらいに LL で登場してくる可能性が結構高い、かつまあ LL にふさわしいあのラストのね演出なんで、どっちかというとウルトラっていうよりかはレジェンダリーフィニッシュで決めに行った方がいいと思うんで、うん、まあそういった予想になりますね。というわけで極振りでした。まあでもね、正直言って宇宙代表今の環境でむちゃくちゃ強い、環境トップレベルのパーティーだから、あれ以上強くしてどうすんのっていうところはあるけど、まあ魔人ブー編のこれからのイベントの新キャラクターで調律取ってくるんかなって感じですね。はい、さあそして続いて、まあこれね、さっきウルトラの合体戦士が登場するっていう話しましたが、ベジットブルーね、もうこれはほぼ間違いないでしょう。うん、周年とかフェスティバルとかの超大型キャンペーンの際には絶対ね、ウルトラの新キャラクターが来るんですよね。あ、合体戦士の。で、もう周年はベジット、フェスティバルはゴジータみたいな形が結構もう取れちゃってるんで、まあ、今回はね、ベジットブルーの番でしょうと言った感じで、4周年ではウルトラのスーパーベジット登場しまして、で、3周年では紫ベジットブルー、で、2周年は、ベジットブルーですね、通常の。通常というか LL か。で、1周年がスーパーベジット登場なんで、もう本当にね、毎度毎度ベジットの新キャラクター登場してるんで、もう絶対来るでしょうと言った感じですね。うん。でもウルトラのあれ的にも、この前のフェスティバルでゴジータブルー出てるんで、まあほぼ間違いないですね。はい。いやー、めちゃくちゃ楽しみだね。マジで。どういう演出になるんか、どういう性能になるんか。イラストももう本当にね、もう、すごいんですよね。レジェンズの、その動画投稿の視聴回数とかも、ウルトラの合体戦士が出ると本当にね、もうありえないぐらい伸びたりするんで、まあそれぐらいね、人気のある、
はい、キャラクターなんでね、合体戦士のあれっていうのは。なんで、まあ出さないわけにはいかないでしょうと言った感じですね。はい。ただまあ未来神の木、これもねめちゃくちゃ強い編成だから、マジで強化やりすぎにならないようにはまあちょっと考えないといけないよね。はい。さあ、そしてさっき極振りって話したんですけど、僕ナメック星編のね極振りも普通に大型 CP で出してほしいんですよね。スーパーサイヤ人の悟空とあとフルパワーフリーザってなんかあんまりねめちゃくちゃピックアップされて出たイベントがバカ野郎悟空初実装の時ぐらいなんで、もうほとんどねぶっ壊れの悟空とフリーザっていうのが出てないんで、まあそろそろ来てもいいんちゃうかなっていうのはありますね。まあ周年に来るかはわかんないけど。で次ね、いやシャレットね来るかな。結構ねフェスティバルの当時からですね、まあまあストーリー進みつつはあるんですけど、シャレットね1回しか登場してないんですよね。でもちろんね未だに、この PVP とかで使えるキャラボックスに入ってくるっていうことはないんですけど、いやーワンチャンないかな。ストーリーの展開次第ではもしかしたらまた再登場してガチャとかイベントで登場みたいなんも、まあめちゃくちゃ盛り上がることは確実だからね。まあ出てもいいんちゃうかなっていうところはありますけど、まあこれはちょっと早すぎる感はあるかもしれないですね。ただほんまに待望のね、キャラクターとなってますし、いやめちゃくちゃ出てほしいですよね。ストーリーオリジナルの合体戦士はさすがに熱すぎるね。他のゲームとかじゃ絶対見れないから、いやーなんかそのレジェンズのブランドをうまいことを生かしてね、めっちゃいい演出作ってほしいなって思いますね。プラスまあシャレットだけじゃなくて、主人公のシャロットのさらなる変身形態とか、まああとはねあれはフュージョンの方で合体したんですけど、ワンチャンポタラとかもあるかもしんないから、まあそういったねなんかストーリーの展開みたいなんも5周年でねどんだけ展開されるかっていうのは普通に気になるところではありますよね。まああんまりネタバレなんで言えないですけど、そろそろねもう本当にストーリー自体も最終章で終わりそう感が出てるからね。まあそろそろストーリーゲームオリジナルのキャラクターもまあガチガチに使えるような感じにはしてくる可能性が結構あるかなというふうには思いました。さあそして最後はですね、周年の覚醒キャラクターね、これもめちゃくちゃ楽しみなキャラクターいますね。はい。いやーどっち来るかな、ゴジフォーか LL のゴジカブル、いや絶対どっちかは覚醒すると思うんですよね。これまた周年の時とかフェスティバルの時とかっていうのは合体戦士のねキャラクターもめちゃくちゃ覚醒する可能性が高いし、4周年の時にはねベジットブルーが覚醒したりもしてるんで、まあどっちか来るんちゃうかなって思ってますね。ぶっちゃけゴジータブルーもゴジータ4も最近はあまり PVP 環境で見ないんでね、いやどっちが来てももうぶち壊れ間違いないでしょう。超楽しみですね。いやアイコンに覚醒の枠がつくって考えるだけで胸熱ですよね。さあそんなわけでね、今回は、レジェンズのね5周年がついにいよいよ近づきつつあるというところで、まあ新キャラクターの本当にまあ若干の考察ですね。これからいろんなヒント出てくると思いますんで、まあその都度ね情報として最新情報で動画出させていただこうと思いますんで、ぜひともご視聴よろしくお願いします。皆さんがね、周年中にどんなねキャラクターが登場してほしいかみたいなのもコメントでね教えてもらえると幸いです。いやーもういよいよね実感がまあ湧かないですけど、1周年経つんが本当に早いなって思いますね。はい。そんなところで、まあ特に神の木とか合体とかそこら辺ですね、劇場とかもまあ可能性高いかなと思いますが、宇宙代表とかそこら辺のタグを一軍で使いたいなって思ってる方は今の間からねしっかりとまあ一生ね貯めておくことが結構重要になってくるかなと思いますんで、はい、頑張ってください。それではご視聴ありがとうございました。父さんが助けてくれた。そしてお前たちを絶対許さないと言っていた。僕に